1991年の読売ジャイアンツでは、1991年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の藤田、元次監督体制の3年目のシーズンである。前年に広島に22ゲーム座をつけて、ペナントレースを独走し優勝しながら、日本シリーズで西部を相手に一勝もできず敗退した。 影響が残ったままシーズンを迎えることになったが3年目の藤田監督はこのシーズンのテーマを選手の自主性と定めて西部野球との差を埋めようとしたもののリーグ内では従来のチーム戦略を踏襲するものとなったしかしその結果前年の日本シリーズで露呈した弱点がこの年現れることとなった野手陣では新外国人のフィル・ブラッドリーが一定の成績を収め 原達則、駒田徳博なども奮闘するが、打線のつながりに欠いた。また、守備面でのエラーで決勝点を奪われる試合が、多く、失策数も前年48個だったのが76個だった。さらに、チーム盗塁阻止率も、正保守の村田真一の弱型や中尾高吉の、衰えもあってこの年、156で2年連続12球団ワーストを、記録し、 中でも8月13日の対応戦では8盗類を許す三上であった。当主人も前年ほどの安定感はなく、斉藤正樹、牧原博美、木田正夫の不調もありチーム防御率が3.72位へ低下し、最後はヤクルトとの3位争いに敗れて1979年以来12年ぶりの B クラスとなる4位に転落した。 カード別成績では最下位の阪神に19勝7敗と大きく勝ち越した以外は貯金を増やせず5位の対応には13勝13敗と苦戦した。シーズン終了後、近藤昭人ヘッドコーチ、松原誠打撃コーチが不審の責任を取る形で対談した。ブラッドリーもチームに馴染めず、シーズン終了後に対談した。ありがとうございます。